全国のマリオメーカーファンの皆さん、スロマッパギーどうもちはやです。マリオメーカーの実況をやっていきたいと思います。4月の1日にいただいたコースですね。最初始めありますが、一度壁キックを始めるとゴールまで、壁キックしっぱなしですよとのことですね。ありがとうございます。4月の1日に送っていただいたときはクリア者ゼロだったんですが、もうすでに12人ですね。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。長めですね。割と飛ばしていってもいいのか。あ、もうこれ一気に行けますね。そこ繋がってるね。オッケー。行けるとこまで。行こうね。あ、危ねえ。高さが今度はあれになりましたね。急に。一段一段減るだけになりましたね。これは慎重期して。間隔が狭まったので、今度は一気に行きましょう。これ繋がってるといいんだけどな。お、繋がってましたね。見えないところからか。お、狭くなった。狭くなったおかげで一気に行くことは、できるようになったね。あー、危ね。今ちょっと怪しかったんで、一旦ストップ入れて。うわ、危ね。今の。ナイス調整。神調整。これなんだ？一気に抜けちゃっていいんだよね。ゴールかな？あー、ワンフレできなかったわ。一発クリア。ありがとうございます。こちら4月の2日にいただいたコースですね。小技練習。中級編。いろんな小技を集めたコースかな。中間置いてくれてるかな。ん？なんだろうこれ。とりあえずまずはバネジャンだよね。で、持って、流れていくやつ。あ、これは流れていかないとダメなやつだ。一旦待ちますね。ゴー。うわぁ、むずい。ゴー。これなんだろうね。あ、違うじゃん。よく見たら。下あったんだな。あ、でももう出なくなっちゃいました。じゃあ行くしかねえか。割と、適当に。あー、しまった。もったいな。最初の一匹目で行けたらいいんですけど。ポン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 。よし、オッケー。中間置いてくれ。やっぱないか。これなんだろうな。あ、中間ある。あ、2回スピンだね、これはね。トン、逆やん。左好き、左好きで。オッケー。よし、中間ありがとう。これなんでしょうね。ん？え？これ P 持ちつつ。ん？高さが。オッケー、いったー。これ急がなきゃいけないとかじゃないよね。これは何だろう。これは普通に、ワンワン音の勝負。あ、まずい、これ行かないと、あっぶね。今死んでたわ。はい、オッケー、はい、いったー。これはパウ取って左に流れんのか。でもさ、難しいよな。かなり難しいっすよね、これ。間に入んなきゃいけないんだもんな。いやー、むずくね、これ。これ、いけるんだな。間違えた。スタートからやり直しちゃったよ。さっきまですっげー難しいやり方で俺突破してたよね。ここもさ。もっと簡単にできんじゃん。普通にジャンプしていいんだから。これもなんでさっき上越えてたんだろうな。逆にすげえ。逆にうまいわ。普通に下でいいじゃん。で、スピンして、スピンして、オッケー。でさ、これ、は思っちゃったんだけどさ。別にこうでいいんだよね。はい。これめちゃめちゃ簡単、これで。よいしょ。ワンワンをだな。すべてはワンワンを。危ねえ！いや、危ない！これはやっぱり、隙間かな？こうですかね。で、持ってこうで、ゴールかな？ありがとうございます。隠しがありますが、使わずにやってみてください、とのことで、中身確認してみました。なるほどって感じでした。でもね、ちゃんと中間を置いてあるんで、ちゃんとコースチェックはしてあることは確認済みです。危ねえ。
行き方間違えたけど、これで OK。はい。はい。はい。まずこれが、上切れ。一番左は外れ、真ん中外れ、一番右が正解ですね。でもってここについて、壁キックでゴールと。これが隠しですね。さあ、じゃあ、正規攻略と参りますか。はい、はい、はい、この上、オッケー。うわぁ、右だったー。あぶねー。結構ザ、初見殺し壁キックステージなんですよ。中身見て思ったのは、そういう印象、そういう感想。ほい、からのー、ほい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 。ね、初見殺しでしょ。でっかくないと絶対無理みたいな。これはもう、でも流れで、こういうことだろうってわかりますよね。で、勢いよく壁キックすると死ぬと。来た。ついにデカ状態で行き始めたぞ、ここまで。でもこれ当たるよな。当たるかな。なんとかいけないかな。いけた。オッケー。すげえ。無傷の、ここまですげえわ。中間、そこにありませんでした。いけるとこまで行こう。ミスった、早くも。早くもミスってしまった。できればな。デカ状態でここも超えたかったけどな。また、ガリガリの配置が、やらしい感じになっていると思うんで思ったとですね。そこだけ注意して、また、S 字ですね。2連 S 字だな。あぶね！よし、ここで中間ゲット。これはでかいですね。最初だけ食らっていけるメリットがあるな。違う、右か。あぶね！あ、あ、まあ何をやってんだ。てかその死に方逆に天才だろ。たまにああいうのやっちゃうんすよね。逆にその死に方すげえよみたいな。右かな。オッケーオッケーオッケー。マックスいかないとダメなやつかな。オッケー。はいはいはい。あ、ここはめっちゃ簡単。さあ、どっかん、あ、ということは帰ってきますかね。オッケー。あぶね、今死んだと思った。落ち着いてゴールと。よし、ありがとうございます。12はまだやってないよね。あ、22か。22まだやってないよね。もしかしたらやってるかもしれない。でもやっててもこの方のコースは楽しいから OK ってことでいきましょう。投げといてスピンだね。 OK スピン OK。 いや、いけ、スピン OK。 いけてるいけてる。いいよ、いけてるよ、いけてる。くるん。あ、なんかいけた。多分今の違う行き方だったけどいけたわ。壁キックだね。あー、ロスター。ダメだ、これはさすがにダメだな。壁キックからの音符。バネバネバネ。ここがバネバネが難しいな。オッケー、いった。よいしょ、抜けちゃった。ここで壁キック入れて、B 押して、ここは押さないで押す。OK。で、ジャンプして、落ち着いて死にます。タイミングなのかな。ボム編のとこで死んじゃう時があるんですよね。難しいです、これ。今度は大丈夫だ。来る。ポンポンポンと。最後のギミックが難しいんだよな。で、ここはバネを押す。B 押す。押さない、押す。OK。で、はい、からの、ほい。よし、OK。水曜日のダウンタウンでサスケ×サスケマリオのゲームコースを再現。似たようなやつ俺やったことあるよね。まさにこんな感じのタイトルだったけど、全く別の人。てか、全くコースのあれは一緒だな。多分。あ、いや、そんなことないかな。いや、でも、この、あ、いやー、全く同じコースやってる臭いぞ。全く同じコースやってる。ほら、これこれこれ。でも、クリアフラッグ立ってなかったしな。別の人でしたね。生き残っていく。これやったわ。絶対やった。記憶残ってるわ。うわー。わーわーわー。わーわーわー。危ね、生きてまーす。これじゃあダメなんで。いやー、今ので OK だったじゃん。このちくわで、
はい、オッケー。ふ、もう、最初のわーわーって言ってた時でもうダメだったよね、絶対ね。本当のサスケだったら。からのー、右かな？あー、死んだ！なー！やっぱこれが一番しんどいんじゃないかな。これマリオだとめっちゃ簡単だけど一番しんどそう。これなんだっけ？上いけたね。上はなんもない。ここは、あ、押し込んでいくやつか。これも多分なんとかなるよね。なんかこういうのは気合だよな。多分なんとかなりますよね、これはね。やっぱりあのバネのとこかな、一番ハードなのは。あー、これ反り立つ壁か。反り立つ壁マリオだとめっちゃ簡単だけど、実際やったらかなりハードだよね、多分ね。つかめんのかな、どうなんだろうな。なんとなく見てるとさ、できそうな感あるんだけどね、実際あれやっぱ厳しいんだろうな、やってみたら。それにしても全く同じコースやったよな。でも別の人でしたからね。だって今の注目コースにあったからな。スイッチ押してゴールと。すごいサムネのコース。僕は明日昨日の君とデートする。ごめん、俺でもこれ多分あれだよね、日本の映画だよね、邦画だよね、見てないんだよな。中は分かりません。さあ BGM コースですかね。じゃあ黙ります。映画だよね。映画見たことある人は、てか多分これね、予想だけど、泣けるシーンに流れてた曲だよ。予想だけどね。危ねえ、撮影してないの今気づいたわ。セーフセーフ。1分くらいで済みました。シェルテクニックプラクティス、ん？プラクティック。プラクティ、あ、そうか、メキシコだからプラクティスじゃなくてプラクティクみたいな感じになるのか。メキシコはスペイン語かな？わかんねえや、全然。死ぬ！あぶねえ！まあ、とりあえずコーラの練習ですわ。コーラテクニックの練習です。オッケー。で、ここまでやって、ここで死んで気づいたんですよね。あ、やられちゃうんか。あ、やられちゃう。これどうすればいいんだろう。こうか。オッケーオッケーオッケー。中間取って、ドカンと。スタートからやり直すと押すと大変なことになるぞ。最初からやり直しだからな。はい、ドーン。跳ね、跳ね？どうすんだろう。って飛んで、壁当てんのかな。あっちまで行っちゃうのか。来た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 。ちょっと左に向く？ちょっと左向いてからもう一回右に投げ直す。あ、どうも。いい感じらしいです。さあ、でもって。あー、なんだ？ 2 回投げるやつかな？よし、来た！いけたー！めっちゃ難しかった、最後のやつが。スリーミッドエアーズ。足す3行きましょう。最近苦手なワールドスキンの足す3回か。あーもったいねー。あぶな。よし、オッケー。今の2番目のやつオッケーなのか。動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。